45、着弾確認、標的資産。ま、間違いなく先代様を撃破しました。また私たちの撃墜気象が増えちまうに。にひ、愛し合う二人。なんだっけ、引き裂いて一度、合わせて二度、もう一度引き裂いて三度楽しめる、だっけ。そのついでにあのクソうるさいババアまでさよならできて最高にご機嫌よ。ラヌエ、文句ないわよね。ございます、ベアトリーチェ様。あいつは魔女の碑文の儀式を妨害したのよ。第一のバンド生贄を勝手に蘇らせて私の儀式を妨害したわ。文句言われる筋合いなんか何にもないわよ。しかしずるいな、あいつは死体を残さないのね。あのババアも思いっきり何度も無限にいじめ殺して遊んでやろうと思ったのに。ジョージが来てないわよ。いつ降りたのよ。いつって、あれは何時くらいだったっけ。確か4時か5時くらいだったかな。最低でも1時間以上は前だよ。俺たち眠くなってその後は多分居眠りしてたし、でも多分ジェシカの言う通りだと思うぜ。1時間か2時間くらい前だった。私もそのくらいの頃だと記憶しています。コーヒーのおかわりはいるかと聞かれましたから。Thank you.
どうやってでしょう。まさか隠し扉とかがあるとか。隠し扉？扉も窓も外から閉めることは構造上不可能です。釣り糸の類を使ってもこの構造では無理でしょうな。となれば扉や窓以外から出たと考えるのが妥当でしょう。確かにそういう論法にもなるだろうよ。隠し扉が存在しないなんて断言は誰にもできない。しかしそういう発想に飛躍する前に、俺はもっとシンプルな可能性も疑ってる。と申しますと？この窓は静かだな。なるほど。この窓は他と違って建物の構造上風が吹き込まないわけか。そのようですな。こんなにも外は風雨なのに雨も風も入ってこないとは不思議な気持ちです。南條先生、今窓を開けた時音を感じたかい？え、気にはなりませんでしたが、よく油が効いていると思います。つまり誰も見ていない廊下の窓からひょろっと抜け出すことは可能なわけだ。しかもこの窓なら風も吹き込まないから、風圧でカーテンや扉が音を立てることもない。静かな音さ。こういう窓が1階にもあるのかもしれない。誰にも気づかれず表へ出ることが可能だぜ。しかし扉はおろか、窓は全て施錠されて鎧戸まで閉まっていましたぞ。出ることは可能でも閉めることは不可能だ。閉められるぜ、こうやってカチャンとな。まさかバトラさんが。最後に中の人間が鍵を閉めれば、こんな密室は朝飯前だ。しかしそれでは、それでは、おお。俺の想像したトリックならな。しかしこんなトリックを使えば怪しまれる人物は極めて限定される。私はそんなことをしませんぞ。叱ってもいい。となるとエヴァおばさんと南條先生のアリバイ合戦ってことになる。俺たちは二人とも怪しんで、それぞれを別々に監禁すればいいだけの話。逆に言えばこのトリックはもっと生存者が多ければ有効かもしれないが、これだけ人数が減った状況下では大して有効ではないんだ。もしこの失踪劇が今日の昼にでも起これば、俺は自信満々にこの説を発表しただろうよ。だがこの段階に至っては全然自信が持てないぜ。何なんだこいつは。一体何を意味してやがるんだこの密室は。よ、やはりそのなんだい南條先生、思いつきでもいいから言ってくれよ。やはりこれは本当に魔女の仕業ではないのかと。バカバカしい。魔女なんているわけがねえぜ。魔女は私たちに訴えたいのです。人間にはできないことをやってのけるからこそ自分を魔女だと認めさせたいに違いないのです。私はこのゲストハウス全体の密室からの失踪は
そういう魔女からのメッセージだと感じています。考えてはならないのです。意味なんてきっとないのです。ああ私は恐ろしい。空気を吸いたくなってきた。ああ行くならさっさと行こうぜ。もうこんなところに閉じこもってるのはまっぴらさ。早く父さんや母さんやジョージ兄さんを探しに行こう。残りたい人は勝手に残ってればいいわ。とにかく私たちは表を探してくるわ。南條先生はどうする？一人で留守番してるか？いえ、私もご一緒させてください。遅れても知らないんだからね。